前日のような風もなく、2月としては最高の練習環境でした。せっかくならこの日にハードル練習をしていれば、もう少しアプローチの結果も違ったのかもしれないと、考えたとか、考えなかったとか。こんな日が続けば4月のシーズンインも、自信を持って迎えられると思いますが、ここは金沢ですから。そんなことは期待するだけ無駄ですね。さてさて、この日のお品書きです。アップはいつも通り時間をかけてしっかりと。油断するとすぐ怪我をする年齢なので、この日のような暖かい日でも念入りに体を作りました。メニューはターボの提案から、ロングスプリント向けの練習ってことで、合計して400メートルがコンセプトらしいです。同じ距離を淡々と走るのは嫌ということで、距離を変えつつ400メートル走るぞ、ってことでした。1セット目は200メートルプラス100メートルプラス100メートル。2セット目は150メートルプラス150メートルプラス100メートル。3セット目は100メートルプラス100メートルプラス100メートル。3セット目は足しても400メートルなんやんって話ですが、最終セットはスピードを上げて走ることにしました。コンセプトが合計で400メートルなら、400メートル、300メートルプラス100メートル、200メートルプラス200メートルってどう？と提案したんですが、華麗なスルーを決められたのは、ここだけの秘密です。魔人の提案は採用されるか、全く相手にされないかのどちらかのような気がします。まあ、もうそろそろ400メートル走っておかないと、またメンタル的な距離耐性がなくなってしまいそうで、不安なだけなんですけどね。そのあたりはまたコソ練でもしておきましょうか。60秒以内で走ればショート動画にできますが、現状一人で走って60秒を切る自信がないので、きっと本当にコソ練で終わる気がします。そうそう、まこっちゃんは1セット目の最後の100メートルで昇天しました。幸い大事に至るほどではありませんでしたが、ハムに痛みが走ったので離脱です。お早いお戻りを、ってことで、皆さんまこっちゃんに元気を分けてあげてください。よろしくお願いします。まだタイムを欲しがる時期ではないので、急いで走ることにならないように注意しつつ、骨盤から動かすように意識しました。ただ骨盤から動かすと、勝手にスピードが上がってしまうんですよね。そこは無理に抑えるのは違うと思ったんで、多少スピードが上がるのはやむを得ないなと。でも、軸をキープできないという悲しい状況。これはもっと力加減を学ばないと、すぐに疲弊してふらついてしまいます。おかげで満足できるようなタイムは出ません。まだまだしっかりフォームを作ることが優先ですね。とはいえ股関節周りも随分動かせるようになってきたので、前接地にならないように注意しながら、ストライドを伸ばせるようにしていきたいと思います。